ナミさん、こんにちは。カルダノのステーキングですか。こちらの方、ダイデロスがなんかクラッシュしてましたよね。私もしばらくして、最新バージョンをダウンロードね、いい機会なんでしようかなと思って、最新バージョンの 4.41 ですか。こちら、失礼しました。こちらの方がね、立ち上がったんで、見てみましたら、まあ、今見ると、いつも通りになってましたね。ステーキング報酬もしっかり入って、今回は桁が変わったんで、なんかまたさらにホクホクでございます。まあ、税金のこともそろそろ考えないといけないなっていうのと、今年の確定申告はね、本格的な暗号通貨の課税がガツッと来そうですね。まあ、XRP の大量決済もありましたしね。それからこれから、実はね、ビットコインとイーサリアムも決済したいなと思う瞬間が今年何回かあったんですけども、まあ、税金のことを考えると、ちょっとね、XRP を決済した同じ年にはできないなと思ってるんですよ。もちろん、カルダノのステーキング報酬もいつかはね決済しないといけないんですけども、いつになるかなと。まあカルダノのステーキング報酬は今年の分は今年中にしようかなと思うんですけども、そうなるとね、全体の仮想通貨の収入ってのが結構な金額になってきて、それこそ課税がねドカッと何百万とかいっちゃうのかなと思っております。仕方がないですね。じゃあ、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。